ザ・ギャザリング、ルール説明動画、ソーサリー、インスタント、エンチャント編。マジックの世界には様々な種類の呪文があります。今回の動画ではその中から代表的なソーサリー、インスタント、エンチャントについて触れていきます。ソーサリーとインスタントは使い切りの呪文、エンチャントは戦場に残る呪文です。それでは説明のためにターンの途中から始めます。あなたのターンの戦闘前メインフェーズです。相手の戦場には強力なクリーチャーがいます。あなたの手札のクリーチャーや戦場にいるクリーチャーでは対処できません。ですがこのソーサリーを使えば倒すことができるかもしれません。早速使ってみましょう。土地カードをタップし、マナを消費して翼罠を唱えます。この呪文は飛行を持つクリーチャー1体を対象とし、それを破壊することができます。見事に対戦相手の渋さんのドラゴンを破壊することができました。使用したソーサリーは墓地に置かれます。相手のターンです。相手はクリーチャーを召喚しました。相手がこのターン召喚した轟の巨人は速攻を持っているためすぐに攻撃してきました。戦場の僧帽地帯のドルイドでブロックすると一方的に破壊されてしまいます。手札のインスタントを使ってみましょう。この雲の掌握により僧帽地帯のドルイドはパワーが3、タフネスが7になりました。相手のクリーチャー轟の巨人をブロックすれば轟の巨人に3ダメージを与えられます。一方的に相手の轟の巨人を破壊することができました。使用したインスタントは墓地に置かれます。このようにインスタントは基本的にどのタイミングでも唱えることができます。あなたのターンです。エンチャントを引きました。あなたの戦場にいるクリーチャーを強化することができます。早速使ってみましょう。可視変化を唱えます。僧帽地帯のドルイドのパワーとタフネスが強化されました。攻撃します。相手はクリーチャーがいないためブロックすることができません。4ダメージが与えられます。ターン終了です。エンチャントは使い切りではないので相手のターンでも戦場に残り続けます。このようにマジック・ザ・ギャザリングの世界にはいろいろな効果を持つ呪文がたくさんあります。クリーチャーを破壊するものやクリーチャーを強化するもの、クリーチャーやプレイヤーにダメージを与えるもの、カードを手札に戻すもの、カードを引くもの、他にもアーティファクトなどたくさんの呪文があります。様々な呪文を駆使してゲームを楽しみましょう。いかがでしたか？これであなたもプレインズウォーカーとなり多元宇宙を旅する準備ができました。ルールが不安な場合には全国のカードショップで開催されているティーチングキャラバンやマジック初心者体験会に参加するのがおすすめです。この動画でも使用したウェルカムデッキを使ってマジックのルールをおさらいし、お店を訪れているプレイヤーと対戦することができます。さらに次のステップを求めているならマジックリーグやプレリリースなどに参加してみましょう。70カ国以上で遊ばれ、世界に2000万人のファンとプレイヤーがいるマジック、あなたもそのコミュニティの一員となって世界中のマジックプレイヤーとつながることができるのです。さあ、プレインズウォーカーとなり多元宇宙の旅に出ましょう。